ハイレゾ音源というのがあると思うんですが、超高周波を含んだ音源ですね。人間の耳に聞こえない、帯域の音というか周波を含んだ音源ですね。以前テレビでやっていたんですが、人間の脳の活性化を見て、高周波というの、超高周波というのは皮膚で感じ取っているらしいんですね。ですからヘッドホンとかイヤホンで聞いてもあまり意味はないのかなっていうことを考えていますね。ハイレゾ音源はスピーカーで聞いた方が良いということになるかと思います。